しい曲ですので、本日は BGM としてではなく、一つのしっかりとした音楽としてお楽しみいただきたいと思います。それではお楽しみください。オリーブの首飾りです。
ご来場の皆様にだけ特別に大サービスです。浮かんでくれましたのは小林智之一人さんです。すみません、ちょっと曲だけ聴いていただこうかと思ったんですけど、体が勝手に反応してついやってしまいました。実はですね、うちの音楽隊にはこのオリーブの首飾り、もう一つ別なバージョンがあるんです。普通の演奏会ではどっちか一つしかやらないんですけれど、今日は私は最後の演奏会になりますので、もう一つのバージョンもちょっとやらせていただきたいと思います。我慢してお付き合いください。オリーブの首飾りパート2。こちら縦島のハンカチが一瞬で